一口に生物といっても大きく生物は3つに分けられて、3つのグループに分けられて、1つ目が僕らのグループ、真核生物。真核生物には、ね、人とかゴリラみたいな動物とか、タンポポや桜、苔のような植物とか、あとはキノコとかカビといった菌類などが入ります。この菌類っていうのは、キノコとかカビの仲間だよ。で、2つ目のグループとして古細菌、3つ目のグループとして細菌。真核生物っていうのは細胞膜っていう生体膜の一つだけど、細胞膜っていう膜の中に細胞質が詰まっていて、さらに核膜も生体膜だからね、二重の膜に包まれて、中に DNA がある。これが真核生物の細胞です。真核生物の細胞のことを真核細胞って言いますよ。真核生物の細胞、こちらはどちらも原核生物です。古細菌と細菌はどちらも原核生物で、どういう構造をしているかっていうと、細胞質もあるし細胞膜もあるんだけど、だけど DNA が、ね、むき出しです。これが原核生物の細胞、こっちは真核細胞、真核生物を作る細胞、真核細胞で、こっちは原核細胞。そしてさらにね、この細菌っていう、ね、細菌ね、あの菌ね、古細菌ね、細菌ね、菌でばっかりで、あのややこしいんだけど、でも全然違うグループです。キノコとかカビはもうすごく僕らに近いね、あんまりこうやって見ててね、あ、似てるなと思わないかもしれないけど、形状はね、だけど、生物学的な本質ね、 DNA の塩基配列を見ればかなり僕らに近い。キノコとかカビね、古細菌と細菌はものすごい遠いですね、僕らとはかけ離れてます。まあ言ってもこの古細菌の方がちょっとだけ僕らに近いけど、ちょっと離れてます。細菌なんていうのは、例えば大腸菌とか乳酸菌、とかシアノバクテリア、ね、みんな、生物基礎で見たような生物たちだね。細菌、ね、シアノバクテリア、乳酸菌、大腸菌ね、全部この細菌の仲間に入ります、ね、生物基礎で見た原核生物はみんな細菌だね。古細菌っていうのはね、例えばメタン菌なんていう仲間がいますが、ね、古細菌についてはね、ラスト、ね、この教科書の最後、ね、進化と分類で学ぶことになると思います。とりあえず今はこんな風に生物っていうのは3種類に分けられて、ね、僕らである真核、ね、僕ら真核生物、古細菌、細菌、ね、こういうふうに分けられるんだなと思っておいてほしいです。ではこれからね、生物ね、一緒に学んでいきましょう。